ポベーダ山は中国とキルギスの国境に位置する山。標高は7439メートルであり、天山山脈の最高峰である。また、キルギスの最高峰でもある。天山山脈のシミアクカクシャールにあり、イシククル湖の南東に位置する。中国側は新疆天山の構成資産として世界遺産に含まれている。キルギスの切手に描かれたポベイダ3この山のキルギスにおける、 正式名称は、キルギス語で、勝利法を意味するという、ロシア語名が、で、意味は同様である。中国での正式名称は、ウイグル語で鉄を意味するトムールからの音舎で、タクキシカミネとなる。ポベーダ山はいくつかのピークを持つ山海であり、主砲のみが7000メートルを超える。ハンテングリの16キロメートルほど南西に位置し、南イヌイルチェク氷河によって分け隔てられている。 双方の山に登るためのベースキャンプはこの氷河に設けられることが多い。1946年にこの山の測量が行われるまで天山山脈の最高峰は反転ぐりであると思われていた。初登頂は1956年にビタリやバラコフにより成し遂げられた。なお、未検証であるが1938年に登頂したという記録もある。 ロシア名のポベーダは勝利の意味であり、第二次世界大戦でソビエト連邦が戦勝した直後に解明されたものである。当期における初登場は1990年2月にバレリー・クリクトチャル隊によって成し遂げられた。ありがとうございます。